やっつーつー、あれ入ってるなんて、うわーめっちゃ入ってるらしい。これなんかあの不用意な発言を控えなきゃいけないやつのしな危なかったのしな、昨日の話って何のし、やめろなし普通に寝てたからね、やめろなし。ふなし、もうちょっと君の登場をもったいぶりたいからちょっと静かにしてもらってもいいかな困ってるしなやばいですね。嬉しい。はい、ということで、お待たせいたしました。ステージ PR 再開したいと思います。ここからのステージ登場するキャラさんなんですけど、普段ですね、私あの今日はご当地キャラ祭りの MC としてさせていただいてるんですけども、普段よくふなっしーの MC、略してフリーアナウンサー、フナウンサーということで回らせていただいておりますので、初めてふなっしーのイベント見るお友達いますか？はい、ありがとうございます。よし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 、多分ね、猫たちと戯れてんだと思うんですけども、そんなね、イベントの雰囲気を味わっていただきたいと思いますので、いつも通りにやっていきたいと思います。で、今回ですね、ありがたいことに後ろたくさんのお友達増えてますね。中にはちょっと私からは目が合わないお友達もおりますので、後ろの方、周りの方へのご配慮をお願いいたします。写真撮影タイム設けますが、ずっと手を挙げっぱなしですと、その後ろのお友達が撮れませんので、いい写真が撮れたら手を下ろす。そしてなんとなくですね、こうかがんでもらえるとちょっと腰をね痛くしたら困りますけども、そのあたりのご協力をお願いしたいと思います。じゃあ私がせーのと言いましたら、これから出てくるキャラさんの名前を言っていきましょう。せーの、フナッシー拍手。でもほら、元気なあるうちに生きのいいとこ見せておかないと、あ、今日ふなし調子悪いのかと思われたらちょっと尺なし。そうだ ね、いつも通り元気なふなし、元気でしょ。はい、お届けしていきたいと思います。せーの、なっしー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 。いや、さすがだわ。あの、なしなしに反応したの前のお友達だけだ。しょうがないやしな。後ろのお友達はね、あの、ふなしを初めて見るってお友達もいるみたい、いっぱい。あ、ほんとに。うん、はじめまして、なしなしふなしどうします、なしよろしくお願いします。性格は非常で清楚で、おとなしいタイプのなしなしなし、うん、あの、全部誤報です、皆さんはい、このご当地キャラ祭り、さっき第3回ね、ふなっしー来てくれてるんですが、はいはい、はい、あの、改めて高知来てみてどうですか？やっぱね、食べ物が全て美味しいだしな。うん、あとはあの、海がすごい綺麗だった。おお、見た見た見た、うんうんうん、無人駅だしな。あ、駅？そうそう、電車で来たの？もちろんでしょ。あの、自転車を、うん、ペ
エパックに入れて、うん、乗りってきたなし自転車でこっちはね、あの電車で来たなしよそうだいたいディーゼルだなし、うん、ディーゼル、もういろいろ詳しいねすでに食べ物は何食べたの？あ、もう、シーコおおいえおいしい。今この時期にちょっと食べれないカツオのこともうんうん、ねえ、うん、味が濃い感じがするんだしな。おいしかったねえ、おいしかった。まだ佐々木ラーメンを食べてないのしな。おいしい、おいしい。あーもう絶対食べるやつなし、食べてなし、なし。いやお熱ございますでした。9月経ってる。もうさ、今日だってあれでしょ、うん、ミサイル飛ぶかもしれないってことでしょ。ほんとね、あいつ撃ちすぎだって何度も言うけど、やめい、え、何、前に学園の話はやめようって言ったの。でもなんか緊急 J アラートだったら、はい、みんな素早くあの地下へ潜るらしいでしょ。あで、あのここではちょっと地下がないので、その前はあの掘るガッガッふなしぐらいしかできないわ。あの伏せてくださいっていう注意喚起になりますが、まあ、その喚起がないのが一番いいね。あ、そうだしな、うん、でもね、まあ、いざという時にはね、今ふなしが言ったように対応していきましょう、ね、ずっとよく晴れるね。そう聞いたらね、5年連続雨降ったことがないっつ。そう、ね、やっぱキャラさんみんな持ってるしな。ねえ、いつも日に焼けて帰るイベントっていう。あ、確かにねえ、まあでもキャラさんのね、彼さんにとってはね、暑いかもしれないけど、はいはい、はい、水分補給しっかりしていきたいですね。そうですね、皆様の熱中症にはくれぐれもお気をつけくださいねしな。はい、本当にね、無理をなさらぬよう、いいですか。はい、我々は無理をしない。よし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 ね、初めて聞いた人はね、今あの皆さんポカーンとしてると思うんですけど、覚えて帰ってください。こういうやりとりがよくあります。さあ、そしてですね、はいはい、またまた初めて会うってお友達もいると思いますが、はい、ふなしには可愛い弟とそして飼い猫がおりますので、ふにゃしーとふなごろ、はい、ご紹介していきましょう。今ありました、ふなごろ、そしてふにゃしー。いらっしゃい。あー、ふなごろかわいい。ふにゃしー、ちっちゃい子おるわ。大丈夫か、大丈夫か。なんでスリオロスの。よし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 。なんでナシが猫を転がしてるのか。はい、ふなし、ね、はい、あの、ゴローちゃんとふにゃと初めて会うお友達もいるので、はい、ゴローちゃんとの関係性は、ゴローは、はい、ふなしの56番目の弟なし、うん、そう、弟です。そう、なしの世代で後から生まれたものを弟って言ってるなし。そう、あの、弟じゃないんですよ、性別ないですから、正確には弟、弟なし。はい、で、お兄ちゃんじゃなくて、お兄ちゃむなし、お兄ちゃむ、お兄ちゃむです、お兄ちゃむ。はい、で、ふなし、ちなみに274兄弟ですからね。そうでしょ、はい、4番目がふなしなしね。そして、ふにゃごろうは、ふにゃごろうはね、あの、3、4年前に、うん、パリに行った時に、うん、もぎ取ってきた、うん、洋なしの妖精なし、洋なしの妖精、そうでしょ、なし猫なしで、猫ちゃんだったんだよね。もともとは猫だったけど、うん、飼い主を待つあまりに、うん、梨の木の下で亡くなってしまった猫なし。そんな悲しいストーリーが私にある。その梨の木からなる実はどうしてか猫の形をしてたんで、ふなっしーが持ち帰って、うん、梨神様に事情を話したら、うん、ふにゃっしーを誕生させてくれたなし。へえ、じゃあ命を授かった猫ちゃんってことだね。ねえ、よしよし。はい、で、まあ、この三梨さんで最近いろいろ全国のイベントも行ったりしてるよね。はいはい、はい、なのでとても仲良しです。そうなしな。はい、で、あの、今回ね、ふなっしーのカレンダーが来年また出るんですけども、うん、それもこの三梨さんで一緒に撮影してきたんだよね。そうそう、ふなっしーの今ふなっしー1879歳なし、うん、その今までの歩みをね、うん、もうあの弥生時代からずっと現代まで、はい、追うようなストーリー性を持ったカレンダーになってるんだしな。うん、いろんなコスプレをさせていただいたので、うん、ぜひ皆さんよかったらお買い求めくださいなし。お願いします。あのカレンダーのメイキング映像も YouTube に上がってたりとかもしてますので、お、で、その中でもふなしが気に入ったコスプレは、これね、やっぱ十二スタイル来た時にハマってるなと思ったのしな。うん、ね、ね、十二しといて、あの着物を何層にも着たものがありますけども、
紫式部の、ね、はい、コスプレのしな。なかなか髪の毛がさ、ね、あの横に流れてた時ちょっと湯浅さんみたいだったよ。なかなかね、ちょっとあのズラ系なし、あの徳谷系なし、ちょっとズラなし、ズラなし。まあでも可愛かったね、似合ってましたね。うん、はい、またね発売も多分もうすぐだと思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。はい。ゴロちゃん大丈夫？なんで無理しようとした？ちょっと君の弟が無理してるけど。ああ大丈夫か？大丈夫か？暑さにやられてないか？大丈夫。大丈夫？ちょっと熱中症になりかけてない。大丈夫？大丈夫。よかった。水分補給してよ。オッケー。はーい。であとはあの、はい、前の方にいる方特にね黄色いタオルとか黒い T シャツとか着られてる方もいるんですけど、実はふなっしー今年 ZEP というですねライブハウスのツアーを行ってました。ああそう。ありがとう。来てくれてきた。やっぱり前列すごいすごいですな、ねえ、高知まで来る、元気ですな、ありがとうですな。北海道の札幌から始まって、うん、で大阪、名古屋、東京っていう感じでしたねえ。あ本当になかなかねあの西に来る機会がないんですよね。あそうだしな、うん、だ今まででそうライブやったの大阪が月祭生誕このそうね。でただその、まあ、ZEP っていうねライブハウスが、うん、あんまり西の方になかったんですけど、この度福岡にできるらしいでしょ。うん、高知から福岡って行きづらいね。え高知の人は大阪の方が多分行きやすいじゃん。そうかそうか。じゃあまあ大阪は結構イベントやってるもんね。そうだしな。そうふなっしーランドっていうのもありますからね。ぜひ遊びに来てください。あなた反対だった。よし。じゃあね、ここでお写真撮影タイムにしようかな。はい。どうしようかな。すごいたくさんお友達いるから、とりあえず右斜め前のお友達からお写真撮っていこうか。はい、ふにゃ、ふにゃ、起きたまえ。整列、整列。ほら、後でお兄ちゃんが缶詰くれるから。はい、じゃあ右斜め前行くよ。はい。せーの。右、右、左、左、右、右、左、左、左。逆がいるけどね。はーい。ね、自分が写真撮り終えたら手下げてあげてくださいね。ご協力お願いします。あと後ろにも立ってるお友達いますので、腰が痛くない方はちょっとかがんでくださると幸いです。5、4、3、2、1。はい、ありがとうございます。じゃあ三梨さん真正面向きましょう。正面のお友達シャッターチャンスです。せーの、はい、なし、せーの、ピッ。かわいいの声が上がってますね。はい、手取り終えましたら手下げてあげてくださいね。後ろのお友達、さらに後ろのお友達へのご配慮お願いいたします。5、4、3、2、1。はい、ありがとうございます。じゃあ続いてね、三梨さんちょっと右側、愛知側に来てもらってもいい？あのね、そっち行くと愛知ね、逆なんだけどさ、ここにいます。はい、こっち、あのね、そこに音響のやつがあって、左側のお友達はちょっと取り来すぎだね、来すぎだね。左側のお友達に顔見えるようにしてもらって、うん、ふにゃもね、行きましょうか。はい、じゃあステージ向かって右側のお友達シャッターチャンスです。せーの、はい、なし、はい、5、4、3、2、1。はい、ありがとうございます。さあ、そして三梨さん、今日ね、たくさんのお友達、ふなっしーに会いに来てくれてて、ちょっとステージがあまり見えづらいってお友達もいるので、申し訳ないんだけど、一回ステージ左側から降りてもらって、はい、そちらにいるお友達にもアピールしてもらってもいい？あ、左側の？うん、はいはい。あ、それかここでいいかな、ここで立ってもらったら映るかな。あ、じゃあいい？ありがとう。はい、じゃあ行きますよ。ありがとうなしな。はい、ふたなしさんもね、お兄ちゃんの方行ける。どこ？ね、左側、ふにゃごろ、ちゃんと水分取るなしよ。はい、じゃあ行きますよ、せーの、はい、なし、はい、はい、5、4、3、2、1。はい、ありがとうございます。こっからね、道路挟んだ方にもお友達いっぱいいるんだよね。ふなっしー、奥見える？あ、すごいね。ねえ、ありがとうございます。お写真撮れてるかな？ねえ、ありがとうございます。じゃあ、今度は今日来てるお友達とお写真を撮りたいので、バイバイ。はい、じゃあふなっしー、ここが真ん中になりますので、皆さんに背を向けて、プリケツを向けて、バイバイ。
お座りください。ちょっとお尻、はい、お尻ごめんなしな。うん、無理。お尻抜けてごめんなし。はい。落ちないでね。さあ、じゃあスタッフの皆さん、ここに上がってきていただきまして、今から撮るお写真ですが、ふなっしーの SNS 等に上がる可能性がございます。今日仕事を休んできたとか化粧のノリがいまいちだとか指名手配中だという方自分で顔を隠してください。それ以外の方は最上級のスマイルでお願いいたします。なしうんちしたいの。マジ？はい、いきますよ、せーの、はい、なし。はい、 OK ですか？はい、ありがとうございます。さあ、そしてここでキング呼んでいいの？まず新庄くん来ようか。はい、じゃあ新庄くんどうぞ。ねえねえ、いっぱいキャラさん遊びに来てくれたよ。かわいい。ね、あんまりふなっしーのイベントに来たことない皆さん、異様な光景だと思ってると思いますが、覚えて帰ってください。こんにちは。あ、キング。はい、なんかね、あ、しんちゃんくん、うん、キングがやりたいことがあるってことで。そうですね、写真をみんなで撮りたくて。はいはい。今ですね、ふなっしー、あ、あっ、山本さん、360度カメラで写真撮影して、はいはい、どういうのやってるんで。お、最近はなんかさ、うん、イーサンキングは、うん、YouTuber か何か目指してるの？そうですね、最近 YouTuber に何か出てるんで。大丈夫、粉砂糖とか警察の前に落としないんですか？そうですね、とりあえず先市役所とか佐々木の警察署でやろうかなと思ってたんですけど。ダメ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 。ダメですか？ダメだしよ。ダメですか？迷惑しちゃダメだし。ねえ、迷惑かけない YouTuber 目指すんで。ああ、もう、はい、ぜひぜひ、いいですか？はい、これね、ちょっといいですか？癖があるんで。どれがいいの？うん、これね、何タン絡んでるんし。普通に笑われるし。はいはい、タン絡みすぎだし。なし、ありがとね。はい、悪魔様もありがとね。おっさん、ありがとね。わ、おっさん。そしたらどうすんの？入ってくるしろ。そして近代のテクノロジーここまで進化したしろ。鼻熱くない？大丈夫？あ、来ました。で、わ、かわいい。円になる。どこで円になるの？円になる。ふなっしー、なんかキングがポジション指定したいらしい。あ、はい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 、はい、ここもうちょっとカメラの正面ね。はい、あ、コタン、ありがとね。新庄君がなんか恐ろしいものを持ってるけども大丈夫かね。こっちゴローがいいですね。ゴローと、あ、ふにゃ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 、それとギリギリまで来れる子。コロは？あ、コロちゃん、違う。コロちゃんこっちだって、おいでおいで。ごめんね、結構ね、色大事なんで。色大事？色大事。このクソ集め、何ちまちまディレクションしてるし、早く取れだし。色大事なんで。ただ、これお客さんも映るんで、はい、踏切のスマイルでお願いいたします。私どの辺行ったら映んない？あ、一番っす。え、どこに？ここ？はい、どうしたらいい？はい、みんないい笑顔で走り立ってればいい。そう、走り立ってればいい。行きますよ。はい、はい、いい球ね。はい、では右側をみんな向いてください。右側？右側、右？そうそう、進行方向、右を向いてください。なしも、なしも右向いて。こっちも右？うん、そう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 、行きますよ。はい、いい球ね。はい、タッカー見すぎだろ。どうした？ありがとうございます。大丈夫です。終わり？終わり。あ、ありがとう。で、これじゃあさ、うん、画像はどこキングのツイッターかなんかに上がるってことだし。ミーサキングの YouTube に上げますんで。YouTube 多用しすぎだろ。みんなに配るんですよ。あ、本当に。はい、よろしくお願いします。よろしくですね。一旦見てね。はい、ありがとう。じゃあごめん、ちょっと要望があって、はい、さっきふなっしーのプリケツバッグに皆さんとお写真撮ったけど、今上がってくれたキャラさんとも撮りたいってお話だったので、ちょっとそれだけ。大丈夫、体力。
ちょっと暑いね、はいはい、急ごう。はい、じゃあキャラのみんな、こっち、今日来てくれてるお友達にお尻を向けましょう。すいません。はい、しゃがめるかな。はい、じゃあしゃがんでもらって、映ってもいいっていうお友達はナイススマイルでいきましょうね。ニャジーは座れる？大丈夫かな？うん、坂でオッケーオッケー。ふにゃ座れる？座るとか、ね、寝転ぶ？ここ？あ、ちょっと、うん、コロちゃん迷ってる。大丈夫？あ、オッケー。入るかな？パノラマで撮りますんで、皆さん、息止めてください。はい、じゃあ行きます。せーの。はい、なし。はい、動かないで、パノラマで撮ってますよ。撮れましたか？オッケー、はい、ありがとうございました。キャラのみんなありがとうね。はい、じゃあ名残惜しくもステージの終了のお時間となりましたので、楽しい時間あってうれしいね、はい、みんな熱い中ありがとうでした。いやー、よし、みんな冷たいもんとね、水分ちゃんと取ったりしな。じゃあ、じゃあ最後感謝感激なし、ジルブシャーで締めんなしな。行きますよ。せーの、感謝感激にやしジルブシャー。ありがとうございます。ありがとうございました。バイバイ。花子のふにゃっとり、そしてゲストにやしろ。誰にも愛せに誰だけって自分の道を進めなし。